そう。じゃあ麦はどこ？うん。ありがとうございました。次の方どうぞ。いい感じじゃない？大丈夫大丈夫。この中？うん。あ、クラスの人は入ってもいいよ。暗いから気をつけてね。盛り上がんないから。大丈夫ですって。リハなんかしなくてもワーキャー言ってりゃお客さんも釣られてワーキャー言いますよ。ま、僕らに任せといてください。よし、じゃあ行こう。おい、はーい、おかえり、アシュ。なんだこのカボチャの山は。だって今夜はハロウィンだぜ。これはお隣のミセス・コールドマンと下の階のミセス・オーエンからの差し入れだ。うまそうだろ。お前、近所の主婦と付き合いまであんのか。私、お化け屋敷超苦手なんだけど。さんのランタンには遊びがないですね。気も怖い。つぐみさんがかぼちゃでお化けを作るって言ったからですよ。これのどこがお化けなんですか。リボンつけますか。ふん。ですよね。つけます。なんとトリックはトリート。イエーイ。トリックはトリート。イエーイ。何者だお前ら。聖火研究会の訪問販売です。ビスケットはいかがでしょうか。いくらだ。一袋100円でござんすよ旦那。にゃー、ちっちゃい可愛いお化けで全然怖くないな。はなちゃんは結構びっくりしてるけど。お姉さん、あそこ、ちょ、はなちゃん引っ張らないで。抜けるから。スペシャルハロウィンウィークとなります。玉木くん、今年はヴァンパイアですのね。とっても素敵。僕に血という名のおやつをいただけますか。差し上げません。ですからいたずらなさってください。では、死の口づけを。やっはー、次、私。ミイラ、ショウは吸血鬼。私、魔女だよ。どうして女装。悲しいブロンドの宿命さ。というわけで、トリックオアトリート。せんべいだって美味しいだろ。雰囲気が大事なんだよ。お菓子くれないと、いたずら。うわ、イエーイ、キリエちゃん大成功。はい、師匠。ハロウィンをドッキリかなんかと勘違いするな。つまりですね、インパクトのあるものを最初に持ってくるのが良いかと。おい、アメリカ来てやったぞ。こら、いらっしゃい。ああ、どうも。いや、これ本物じゃないよな。くすぐったいよ。これで一生87杯だな。つぐみ、手紙。あ、ありがとうございます。お母さんからだ。かなさんは子供ですから、ハロウィンではお菓子をもらいに行くんでしょ。うん。あ、マジで化け物。
まっ、悪霊隊さん、もうお菓子あげませんよ。マジか。ごめん、待たせた。遅いぞ。これ作るのに意外と時間かかった。暗くて狭いもんね。本当に好きなんですね。1階のスーパーでしょっちゅう顔を合わせてりゃ顔見知りになるさ。それ以上近づけたら泣くぞ。トリックオアトリート。それ持って売りに行くのいいかも。なんならビスケット2袋と交換してやってもいいぞ。今なら文集にそのピストルをつける。え、本当にいいの？バキュー。じゃあこれ、かぼちゃの感謝の印にこれもあげる。小麦粉？イエーイ。何かいます。ん？ああ、あれ、花ちゃんのお母さんだ。よく見えないからもう少し近くに行ってみようか。ちょっと何するんですか。大丈夫だから、ほらよく見て。嫌です。なんでですか。バカですか。バカですね。本当によく見れば怖くないから。よく見れば。エスター、お前何飲んでんだ。見てわからないのか。牛乳だ。なんで血じゃねえんだよ。ドラキュラだろお前。何を言う。死神の霊楽の色である血など僕が飲むわけがないだろう。いや、だからってなんで牛乳。おい、もう本当にお前ら何しに来たんだよ。あ、そうそう、忘れてたわ。ガブの衣装も作ったから。いい、来たくない。なんでよ、せっかく作ったのに。着る意味がわからん。それにハロウィンってもともと悪霊とか悪魔を追い払う行事でしょ。お化け屋敷、ここがレイナのクラス。やだやだ、こういうの苦手なんだよな。レイナ、びっくりした。え、滝川くん。麦、ヒロノ。ミオちゃん、私よ。バギー。これは面白いことを聞きました。そうですか、ベルゼネフも楽しそうだと思いますか。底なしの恐怖をお求めなら我々黒魔術部が一役買わないわけにはいきませんね。ぜひとも1年生に忘れられないハロウィンをプレゼントして差し上げましょう。耐えたぞ。これで私の勝ち。ちょっと、もう来るの早いっすよ。まだ着替えてもいないのに参ったな、これ。あ、でも今悲鳴あげましたよね。つまりこれ俺の勝利。しまった。隊長、いい子いい子。俺は犬じゃねえ。はい、お手ワン。あ、よくできました。だから俺は犬じゃねえ。じゃあもう一度。それ。天使の仮装、本業だろ。あんた本当にギリギリで天使やってんだから気をつけなさいよね。ギリギリ天使。じゃあついでだし、この衣装も着ましょうか。着替えるの面倒だし嫌。いいじゃない、絶対に可愛いからね。いや、そんなこと言わない。いや、ちょっとだけ。いや、着ない、結構です。おじさん、お客さん来ました。お二人様ご案内。もうまだ夕方だよ。もういいや、ぶつけ本番だ。とりあえず君たちは寺の庭に。そこが肝試しの会場だから。あ、
これはいらねえ。どれだけやる気満々なんだよ。